はいどうもこんにちは、ミカスです。今日はですね、今まあキューブに乗ってるわけなんですけど、ちょっと面白いものを紹介しようと思います。はい、では早速今日紹介するものはこちらになります。あ、逆だ。ヘッドアップディスプレイ、ヘッドアップディスプレイでございます。まあ、ヘッドアップディスプレイって何かっていうと、要はこうガラスにね、その液晶をこう映し込むっていうものですね。うん、高級車なんかについてる、まあ、装備なんじゃないかと思うんですけど、これがね非常にお買い得な値段でつけることができるといったものになってますね。でこのモデルっていうのが、この機械の中に GPS が入ってるんで、それで車速、それから時計が出るものになってます。まあ簡易的なものではあるんですけど、そのスピードとか時計っていうのね、まあ高級車でもここスピードだけしか出ないとか普通だと思うんですけど、こうやっぱり目線の移動ですよね。で例えばこのキューブの場合、今ナビついてますけど、ナビに時計出るんですけど、普段ついてなくてこう、これはね手をかざすとこう出るんですけど、そうするとこっち見ながらやんなきゃなんね、それがこう目線がね移動がすごく少なくて済むということで、早速まあどんな商品なのかまずは見ていこうと思います。こんにちは。はい、説明書ですね。はい、でこれが本体でございます。結構大きいんだな。はい、おお、こんな感じか。面白いですね。なんかこう目覚まし時計みたいなね。はい、でこう LR っていうのがあって、これが電源で USB で電源取るんですね。はい、付属品シガー USB、はい、これで電源取るだけです。はい、そして出てきたのがこうネチョネチョ的な吸盤で、こうまあダッシュボードにね、置いとくようなもの、それとこれですよ。これをガラスに貼ることで、映し込んでやると。はい、そんだけなんですよ。早速じゃあちょっとやってみましょうか。これねかなりねっちょりしてますね。この辺かな、もうちょっと横かな。で先電源取りましょうか。まあね、そのシガーを美しく配線するのは、まあ、この車のナビ取り付けとかね、そういう ETC とかね、そういう動画を見ていただければ、この中通したりね、詳しくやり方出てますんで、とりあえず今はね雑につけます。出た出た。ちょっとねアクションカムだとチラチラしてるんですけど、周波数がね微妙に合わないんですね。まあそれはいいや。実際には綺麗に映ってます。さあ、そしてこれをガラスに映すわけなんですけど、これはどの辺に置くのがいいのかですね。さあ、これおー、キューブはガラスが立ってるのでちょっとね上の方になっちゃうかな。こう向きになるのか、こんな感じかな。うん、だからその車のガラスによってこの湾曲してると思うんで、それに合わせてこれの向きをこう変えてあげて、で、よく映るところにこれを貼ってやると。じゃあ貼っつけちゃおうかな。場所はだいたいこんな感じでいいと思うんで。おお、来た、すごいかっこいい。はい、こんな感じですよ。昼間でもね結構見えますね。ただ逆だなこれ、向きは、ああ電源が奥、だな。うん、こんな感じですね。はい、ちょっとね透明のフィルムなんで、半透明のフィルムなんでピントが合わせづらいんで、あんま寄れないんですけど、まあ、昼間でも見えてます。これ肉眼では結構はっきり見えてます。ちょっと露出を下げてみようかな。うん、こんな感じですね。はい、でまあ、ちょっと撮影的に夜の方が良さそうなんで、ちょっと暗くなるのを待ちましょうか。さあ夜になりました。
このようにがっつりね映ってるんですよ、夜だと。でただしこれってテスト用のフィルムで、これ貼ったまま公道走るなというふうに説明書に書いてありましたんで、まあ確認はできたんで一回剥がします。さあ剥がしました。でどうかっていうと、ご覧の通り普通に映っております。はい、これね。じゃあちょっと夜のシーン撮影してみようと思います。では行ってみましょう。でですね、GPS を受信するまではスピードメーター動かないですね。さあ、ちょっとね、アクションカムなんであれなんですけど、今ね、ジェイコさんが運転してるわけなんですが、実際の人間の目線から見るとこんな感じでございます。さあ、GPS なので、時計は、狂わないですね。自動的に衛星からの情報で修正しながら出すわけなんで、時計は絶対狂わないで調整の必要がないと。で、スピードメーターの方なんですけど、大体ね、車と同じぐらいを指してます。で、ただ、車の方は誤差がね、何パーセントかあるんですけど、GPS のスピードメーターの場合は、1秒間に GPS と通信何回やるかによっても、その精度っていうのは変わってくると思うんですけど、結構ね、今40キロ、41キロってなったりしてますけど、結構滑らかに動いてます。ちゃんと速度を、正確にというか、頻繁にこう更新してくれますね。でちょうどよくね、雨が降り始めたんですけど、雨が降ってても見づらくなるっていうことはないですね。いいじゃないですか、すごく見やすい。ただガラスによってはこの車もちょっとそうなんですけど、若干二重になって見えてしまう場合がありますね。車によっても変わるみたいです。さあ、ところでですね、このモデル実は他にもちょっと種類があって、で、特にですね、一個上のやつになると思うんですけど、これは GPS で通信するだけのモデルで、 OBD2 コネクターにつなげるタイプのもあるんですよ。 OBD2 コネクターっていうのが、いわゆる、診断機用のコネクターですね。そこのコネクターにつなぐことで電源取って、例えば車速もそうなんですけど、エンジンの回転数だったりとか、それから水温だったりとか、もしくはね、燃費だったりとか、そういった情報をこう窓に映し出せるタイプっていうのもあります。で、ただその場合は、その OBD2 の信号をどういうふうに処理するかっていうことみたいなんで、比較的年式新しい車じゃないとダメなのかな。その辺も含め説明欄にリンク貼ってありますので、そこから飛んでいただいて確認してもらって、自分の車が使えるかどうか、見ていただいた方がいいかもしれないですね。そういう上位機種もあると。ということで今回、このヘッドアップディスプレイをね、紹介しているわけなんですけど、やっぱりね、夜間の運転の時とか特にそうだと思うんですけど、きっちり前見て運転したいじゃないですか。で、こういう風に目線をほとんど動かさずにね、特にこう運転に疲れてきた頃ですよ、ほとんど目線動かさずにスピードとかね、時計が確認できるっていうのは非常に便利なんじゃないかと思います。あと見た目にちょっとかっこいいしね。はい、今回はヘッドアップディスプレイを紹介してみました。以上です。じゃあね。さあ、いかがだったでしょうか。もしよかったらね、こっちの方登録お願いします。じゃあね。